それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。シャムロックヒル前に行きそうです。ナミュール、それに続いています。さらにはウィン・マリリン、5番ウィン・マイティー、その後ろシャムロックヒル、先手を取りました。ウィン・キートス、それに続きます。これに続くのがアンドバラ・ナウト、その隣にベアリング・タクト、少し間が空いて赤い糸。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。ペルゼット上がっていきました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。6番ウィン・マリリン、オレンジの帽子シャムロックヒル、その後ろ少し開いてウィン・キートス、すぐ後ろにウィン・マイティ、並んで2番アンドバラ・ナウト。 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はウィン・マリリン、シャムロックヒル、ほとんど差がありません。ウィン・キートス3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はウィン・マリリン、並んでシャムロックヒル、ウィン・キートス、続いています。ベアリング・タクト、その後ろ、その外からはナミュール、その隣からはペルゼット、ウィン・マイティー、続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィン・マリリン先頭、内からベアリング・タクト、残り 200m、 ここで先頭変わってベアリング・タクト、2番手はアンドバラ・ナウト、ベアリング・タクト先頭だ。ベアリング・タクトゴールイン。2着にはどうやらアンドバラ・ナウト、3着にウィン・マリリン、勝ったのはベアリング・タクト、このレースを制したのはベアリング・タクト。